はい、こんばんは、高桐満です。そして明けましておめでとうございます。無事2021年になりました。いや本当にね、去年はいろいろあった年なんですけど、また新たな1年が始まるってことで、今年も高桐満チャンネルよろしくお願いします。でですね、年を明けて早々おめでたいことがあります。はい、もうそれはこちらですね。なんとですね、去年から飼育していたカマキリたちが無事に年を越して新年を迎えることができました。で、今年無事に年を越して新年を迎えたカマキリはこちらの2匹になります。はい、まずこちらですね。こちらは結構動画にしてますけど、オオカマキリの緑色型でございます。幼虫の時に採集してずっと飼育しているオオカマキリのメスです。で、実はですね、昨日の夜容器を覗いた時に2回目の産卵をしてたんですよね。はい、1日前の夜でございます。たまたまこのカマキリの容器を覗いてみると、オオカマキリが産卵を始めてたんですよね。はい、この通り蓋に産卵しております。2回目の産卵なんですけど、最近結構餌を食べててお腹が膨らんでたので産卵するかなと思ってたんですけど、案の定産卵し始めました。はい、まずは卵巣からですね、産んでおります。はい、それがこちらです。で、なんかめちゃくちゃちっちゃいんですよね、この卵も。なんか腹広カマキリがさ、今年結構ちっちゃい卵を産むことが多かったんですけど、このオカマキリもちっちゃい卵だったんですよね。ちなみに1回目産んだ卵はこちらです。こっちは全然普通の大きさなんですよね。ちょっと2回目の卵がちっちゃくなってしまいました。でね、オオカマキリの方なんですけど、ちょっとね、昨日産卵終わった後からあんまり元気がないんですよね。一応産卵終わった後にデュビア与えたんですけど、半分ぐらい食べてその後も投げ出しちゃったんですよね、餌を。で、ちょっともう元気がないんですよ。一応生きてはいるんですけど、ちょっとね、あんま元気がないので心配です。ほら、もうあんまり元気ないっすよね。一応年越しはできたんですけど、ちょっとこの後が心配ですよね、ここまで来ると。はい、でね、オオカマキリがちょっと元気ないんですけど、こちらめちゃくちゃ元気です。2匹目無事新年を迎えたのは朝鮮カマキリになります。朝鮮カマキリの褐色型ですね。こいつはね、本当にめちゃくちゃ元気で、未だに餌食いも良好です。ほら、食べるでしょ。あ、やべ、挟まれた。オッケーオッケー。こっちはめちゃくちゃまだ元気ですね。食ってる食ってる。で、今年はこうやって朝鮮カマキリしっかりと年越しできたんですけど、僕今までカマキリを飼育してきて朝鮮カマキリ年越ししたことってなかったんですよね。去年もさ、年越し寸前に2匹いたんやけど、2匹とも死んじゃって年越しできなかったんですけど、今年はしっかりと年越しすることができました。はい、こいつ今うちのカマキリの中で一番元気ですね。ちょっとオオカマキリが心配なんですけど、こいつはめちゃくちゃ元気なんで安心です。ほら、餌食いもめちゃくちゃいい感じです。はい、というわけで今年無事に年越しできたのはオオカマキリと朝鮮カマキリが1匹ずつでした。はい、ってことで今回の動画はこの辺で終わりです。ご視聴ありがとうございました。